フェラーリが開発中の SUV、プロサングエの画像が SNS に流出。デザインの一部が明らかになりました。施設内で撮影。開発車両リーク。フェラーリは2022年に同社初の SUV モデル、プロサングエを導入する準備を進めている。今年後半の公式発表に先立ち、ソーシャルメディア上で新しい画像が共有され、 そのスタイリングの一部が明らかになった。プライベートな施設内で撮影されたと思われる。この画像、プロサングエのフロントとリアが映っているとされるは、インスタグラムで最初に発見され、その後広く共有された。この画像が最初に投稿された場所は不明で、フェラーリは画像についてコメントを拒否している。昨年末に発見されたプロトタイプからもわかるように、プロサングエは、 同クラスの SUV よりもグランドツーリングを意識したシルエットを採用するようだ。フロントはフェラーリ SF90 のような新型。ヘッドライト、リアはフェラーリローマのようなライトバーが特徴的だ。短いオーバーハングと長くて低いボンネットも特徴的でフェラーリ発の SUV としてビッグパワーと優れたハンドリングを実現すると期待される。 ボンネットの前縁が低いことから、重量配分の改善のためにエンジンをできる限り、後方へ押し込み、812スーパーファーストのようなフロントミドシップのレイアウトを採用していると思われる。この新型車は、イタリア語で、サラブレットを意味する、プロサングエ、プロサングエというコードネームで開発されており、2022年内の発表が見込まれる。アストン・マーティン DBX。 ベントレーベンテイがランボルギーニうルすロールスロイスカリナンなどがライバルとして挙げられるがこれらとは少々異なるポジショニングに立ちそうだフェラーリ独自のプラットフォーム社内では175とも呼ばれている新型 SUV は2020年に明らかにされた15台のニューモデルのうちの1台で2023年までに発売される予定だ これらのニューモデルは二つの専用アーキテクチャをベースに作られる。一つは F8 トリブートのようなミドエンジンのスーパーカー用。もう一つはプロサングエを含むフロントミドエンジンの GT モデル用となっている。フェラーリのマイケルライターズ最高技術責任者はオートカルのインタビューでこの車と技術的コンセプトには確信を持っていると明かした SUV であり、 お客様を納得させるコンセプトとパッケージを持っていますが、その一方で既存 SUV との大きな差別化コンセプトを備えてます。このコンセプトとは、フォルクスワーゲングループの MLB プラットフォーム、トゥアレグ、アウディ Q7、ベントレーベンテイが、ランボルギーニウルスで採用のようなグループ内で共有されている構造とは、対照的に自前のアーキテクチャを採用することで、 SUV ならではの室内スペースや快適性、フェラーリらしいパフォーマンスを実現するというものだ。ライターズは次のように語っている。課題は、フェラーリの新しい分野を開拓することです。我々は常にシャープなポジショニングを持っています。特定の要素に焦点を絞って開発し、ある種のトレードオフを行うのです。ここでは、全く異なるトレードオフが必要になります。 全く新しいエンジニアリングの課題を抱えることになるでしょう。フェラーリにとって新しいセグメントを開拓することが課題です。当社は常にシャープなポジショニングをとっています。そのおかげで集中的に車を開発することができ、トレードオフの判断もしやすくなります。全く新しいエンジニアリングの挑戦ができるでしょう。高い柔軟性電動化の可能性もフェラーリは プロサングエの詳細について口を閉ざしたままだが、その輝かしい72年の歴史の中で、最も革新的な進化を遂げるための理論と挑戦については、喜んで話してくれた。プロサングエには、フェラーリのフロントミドエンジンアーキテクチャーが採用されることが知られている。これは、将来の製品群を支える。 非常に柔軟性の高い二つのアーキテクチャーのうちの一つだ。どちらのアーキテクチャーも、V6、V8、V12 エンジン、ハイブリッドの有無トランスアクスルデュアルクラッチ、後輪駆動、または四輪、駆動、2シーター、2プラスに、4シーター、そして、複数のホイールベース長に対応することが可能だ。この幅広いパラメーターから、SUV は、 全長5メートルの4シーターに設定された、車高調整可能なサスペンションによって、地上高を確保し、オフロード性能とオンロード性能を両立させるため、アンチロールシステムも採用するだろう。パワートレインは、新型 296GTB の V6 エンジンが採用される見込みだが、SF90 に採用されたハイブリッド V8 も、候補に上がっている。また、 フェラーリは V12 エンジンの開発に取り組んでおり、プロサングへの最上位モデルへの導入も有力視されている。データーズは SF90 は非常に多くの革新技術を投入した新しい車です。ここから多くのモデルへと発展していくでしょう。ですが、SUV 開発の課題には全く異なるものも含まれています。イノベーションも必要とされ、 組織としても多くの学びがありましたと語る。SUV を含む全ての GT モデルは、目は道路に、手はハンドルにというアプローチに基づき、全く新しいインテリアレイアウトを採用する予定だ。新しいデザインのステアリングホイール、新しいインフォテンメント、ヘッドアップディスプレイ、新しい景気類、新しい操作方法、 リアシートエンターテインメント、上厚性の向上などが盛り込まれている、スポーツ性と快適性新たな GT レーターズは、同社発の SUV 開発で直面している課題についても話してくれた。広いだけでなく、人間工学に基づいた快適で安楽な空間を生み出すには何が必要でしょうスポーティでありながら、快適性にも重点を置いたデザインとは ヒューマンマシンインターフェース。ハミーのより民主化された理想とは本当の意味での快適性とはフェラーリの純粋な DNA を備えた快適性とは何でしょうかスペースがあれば人間工学に基づいた快適な乗り心地をどのように確保できるのかスポーティなレイアウトと快適性を重視したデザインをどう組み合わせるかハミー。 ヒューマン・マシン・インターフェースをどうするか。当社のハミーはドライバー志向ですが、どうすればもっと民主的なものになるのでしょうか。快適性とは何か快適性を追求したフェラーリのピュアな DNA を持つ車とはそれは挑戦であり、機会であり、楽しみでもあります。コンセプトの中には近いものもありますが、175のような車で、 我々がやりたいことの一つは、製品レンジを構成し、何か違うものを手に入れることです。データーズは、二つの新しいアーキテクチャーについて、将来のフェラーリモデル間で遥かに大きな柔軟性を提供すると述べた V6 や V12 が必ず出てくるとは言えませんが、想定はしてきました。私の仕事は、会社に新しいモデルの可能性を示すこと。そして、 市場ニーズに耳を傾けることです。求められる機能性はお客様によって異なります。どれだけの広さが必要なのか。6気筒や8気筒は必要なのか。ホイールベースは長い方が良いのか。そこで V6、V8、V12 エンジンを用意し、フロントミドシップやミドシップ、ハイブリッドのウームや駆動方式、シートレイアウトなど幅広い選択肢を用意します。 ホイールベースの長さも自由です。最小限の影響で、ドライブトレインやレイアウトを変更できるのです。フェラーリのデザイン部門の主任であるフラビを満奏に、によれば、物議を醸すであろう同社発の SUV のために、デザイナーは、当初からエンジニアリング部門と共に仕事を進め、より最適なプロポーションを目指してきたという、最初のステップで車のデザインを定義し始めるのです。 その定義づけの段階でエンジニアと協力しながら方向性を決めていきます。プロポーションとボディサイズを決定することで優れたデザインのベースが生まれるのです。それは SUV の場合でも同様です。多くの SUV は他の車の派生モデルです。デザイナーは技術要件での制約をクリアしなければなりません。フェラーリの場合、妥協は許されないのです。 エンジニアと一緒にデザインを進めなければパッケージの決定段階で問題が発生します。新しいプロジェクトを始めるときは他部署との協力を推し進めています。